1、2、3、4。クラは映像部でメイキングカメラを担当してます。この映画はカメラ数台のカメラがの映像をつなぎ合わせた映像になってます。でクラカメラっていうのがあって、私が撮ってるカメラの時は声が、私は映ってないんですけど声がいっぱい入ってるので、そこはぜひ見どころです。はい、よろしくお願いします。バイバイ。ムーンライト、ミスムーンライト、おまんじゅう娘の、どうもどうも。独特のリズムですね、おまんじゅう。あのシーンはすごかったですけど、どういう気持ちでやられてたんですかね。いや、特に何の違和感もなく、うん、普通に、なんか普通に出せましたね。通常運転、通常運転、もうアドリブだし、全部そうか。監督はどうだったんですか、まんじゅう娘。いや、本当にあのここ2人と、まんじゅう娘3人で振り付けをやるっていうシーンですよね。そういうことです。で、そしたらいつの間にか、こっから胸からまんじゅうがビームで出るっていう感じになったんですけど、あれは監督別に指示は全くしてない。結構あそこはちゃんと振り付けシーンは大体アドリブの感じがあって、まあ確かにね、みなきちゃんが大体つけたりして。でも面白いのが結構光る、多分ね、もっとさらにこうやあったのかな、わかんないですけど、確かで、はい、新潟出身の子がいて、で僕のところにこの子が来て監督がやる。なるほどなるほど。あれはまんじゅう屋さんが見たらちょっとあれになるかもしれないって見抜きされて、俺見たらその光るの振り付けだったんです。あー、なるほどなるほど。ちょっとだけ弱めとこうか胸からって言ったけど、ほぼこうなってましたね。そうですね、はい、あ、むしろ収めたんですね、監督は。いや、一応言われて、地元の人からびっくりしたかも。まんじゅう屋のおじいちゃんおばあちゃんが完成見たら自分のまんじゅうが胸から出てるって、ちょっとびっくり。確かにね、言われて、で、いかのに、でもあんだけ面白いことやってるから俺もやっぱ止めるわけにはいかないから。確かにね、だからちょっと進んでなんかおっぱいから出した気がしますよ。あのテンション確かにね、何か結果的にはね、弱めずに。そうですね。確かに私も印象的にはもっと言ってたようなイメージ。そう、だからちょっと平和見てもらったんですよ。結構かっこよくおっぱいから出した気がするんですよ。確かにキュッて出てた感じでした、ね、どんだけ広げるんですか、その辺。お姉さんもね、やっぱりこれマキを要所で助け、お母さんにつなぎという役回りでしたけど、はい、うん、はい、そうですね、これを。そうなんですね、あれ、はい、お姉ちゃんとしては結構切ないシーンで、お姉ちゃんも久しぶりにお母さんに会うけど、うん、そこをあえて妹にその時間を譲るというか、こういうちょっと姉妹愛を感じて、まありましたね。末っ子を優先する的なお姉ちゃんの悲しさが、そんな悲哀も描かれてたのあるね。なるほどなるほど。監督その辺は感じてました。監督その辺はやっぱり意図したんですか。そうなんですよ、あの、はい、まあ、書いてる段階で、はい、まあ、あのもともとね約束してたから、でもマキ来るってマキの様子見たらやっぱ姉ってそういうとこあるんじゃないかなという、はいはいはい、なるほどなるほど。妹にそのピンチに譲るというか。そうなんですよ、だからね、結局ね、はい、姉は喋った人は、うん、ね、もうチャック開いてた男としか喋ってないですよ。ちょっと喋れたんじゃない。台本なかったシーンですね。そうですね、台本なかったですね。あれはどういう風に作られたんですか。やっぱチャック開いてるといいかなと思って、そこからまんじゅう出てくると面白いじゃないですか。やめなさいやめなさい、妙な慌てらさやめなさい。今日は本当に皆様ありがとうございます。あの千葉の方が今日から初日ということで2週間、突っ走っていきたいなと思っております。こちらの方はの皆様の口コミだけが命でございます、頼りでございますので、皆様ぜひ口コミ拡散していただいたり、あと2回目見たり3回目見たり、数重ねるごとに面白くなるような作りを、カメラの仕組みとかを知るとね、余計ここはこの人が撮ってるんだとか、ぜひこの映画にさらに一肌脱いでいただけたらなと。なるほど、思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。私たちの思いがたくさん詰まった、新潟の方たちの思いがたくさん詰まった作品でもあり、この作品の中でも友情の
友情だったりとか家族の愛だったりとかっていう人と人が向き合っていく中で大切なものが描かれた作品でもにもなっております、だから元気がない時とかありましたらまた2回目、3回目、4回目、5回目と見すぎじゃないかってぐらい見に来ていただけたら嬉しく思っております、本日は本当にお越しいただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。というわけでミス・ムーンライドの舞台挨拶でございました。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんこんにちは、ミス・ムーンライトラインプロデューサーをやらせていただきました、ゆうきと申します。この映画はですね、青春群像劇で、群像劇の中でもですね60人以上と非常に、人が多く出演していただいて、その中でも泣き笑いが、もう一人一人にある映画で、非常に楽しめる映画になっていると思います。何も言わずに見てください。ミス・ムーンライト。